こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しておりますコラボズの江川です。さあ、社長が動画を使ってアピールする時代についてお話したいと思います。これは何かと言いますと、やはり社長というのはある思いコンセプトっていうのを持っております。で、同じ業種の人、要はライバル同業他社っていうのもたくさんあるわけなんですけど、そんな時に社長がどんな思いで、事業を立ち上げたのか、どんな思いでこの商品サービスが出来上がったのかっていうストーリーというのは非常に今後とも重要です。また動画っていうのは、やってみたいけどなかなかやれないっていう少しハードルがあります。そういうふうな部分で勇気を持ってやるっていうことが大事なんですね。ぜひ動画始めていってください。レッツ動画。